やばい、もう忘れちゃった状況。なんかラジオ読んだんだっけ。全身真っ赤みたいな。で、寝るって話か。電気ちゃんと消そう。なんかめっちゃいる。ありゃりゃ。まだ明るいんか、全然。うるさい。もう、僕は寝る。頭が痛いんだ。そうだった。頭頭痛治すやつ。頭痛治すやつ。あった、メディシン。効くといいんだが。誰かいる？誰だ？ドアの鍵かけ忘れた。誰が一体こんなことするんだ。手見られなかったらいいけど。もう今日は疲れた。もうとっとと寝よう。やだ。ちょっとホラーだね、今のとか。怖。しかもなんか一瞬で部屋暗くなったし。やばい、ちょっと怖いな。なんで、こんな、みんないるのに、みんないるの分かってるのに怖いね、なんか。血はもう掃除されてるっぽいな、よく見えないけど。考えてみると、寝る前に、壁の穴は隠しとくか。今朝起きたことがまた起きても困るし。なんか怖い。ドア鍵かけたよね。怖い。ドア鍵かけたよね。電気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 。怖い、なんかやだ。机がちょうどいいサイズのはずだった。これで足りるといいんだが。やばい、ちょっと怖い。ちょっと怖い。やばい、何これ。なんかカーテンがおかしく見える。ようやく。はてなはてなはてな。電気電気。そういう話じゃないか。何もない。僕の腕だ。ここに何があるか見えない。何か足りていないような気がっていうか、何かが足りていないぞ。やばっくら。ノートブック。何も書いてない。見えない。何もしない。やばい。エアコンの明かりとかさ、こんな感じじゃない？なんかエアコンって。エアコンってチカチカしてうざいよね、ちょっと。想像してみてください。あなたの顔が毎日溶けて落ちること。だけど拾い上げて形を整えて元に戻せる。あなたは自分に新しい顔を作りますか？毎日その作業をするのに
飽きるまでどれほどのどれぐらい飽きずに毎日やってられますか。だってしばらくすると自分の顔がそこにあるかどうかも気にならなくなってしまいますよね。その方が簡単なのだから。それで他の誰かが何を言うわけでもあるまいし、このゲーム綺麗だな。にしてもワンちゃんじゃないな、ワンちゃんに見えない。ここほら、ここにさ耳あってさ、顔あってさ、胴体、後ろ足、前足、尻尾、ワンちゃん違うな。気持ち悪い。俺の布団から出ていけ。ここは俺の布団だ。俺が寝る場所だ。俺とお前は何一つ変わりない。ただ時の中で違う場所に置かれただけ。信じられない。貴様が俺を呼び出したんだろう。違う、そういう、違うな。貴様が起こしたんだろう。貴様が起こした出来事だ。ちょっと待って。俺はこんなことになるなんて知らなかったんだよ。心配するな。我はお前の運命もお前を受け入れて、お前を歓迎している。抗うな。こんなこと俺は望んでない。貴様が欲しかったかどうかなんて関係ない。貴様が何をしたかだ。この世界が貴様に何をするかだ。抗うな。わかった。だけどこんなことに納得できない。ディスインタグレーション。崩壊。この崩壊に。貴様にできることはもう何もない。心配するな。痛くはしないぞ。君は一人ではないから。天井。回転だ。オーマイガー。関節増えた？いや違うか、こんなもんか。あ、やばい。これはまさか教会の人たちだ。いつも通り曇っている。おばあちゃんだ。やばい。でも手を先に隠さ、先に誰か確認しなきゃ。クリメックさんだ。こんな姿じゃ扉開けるわけにはいけない。扉越しに会話するか。え？管理人さん、お願いです。扉を開けてください。すいません、
今はちょっとできないです。何が起きたんでしょうか。あ、ヘンリックです。何をしても目を覚ましてくれないんです。息はしてるのですが、彼は返信応答してくれないんです。電話線が全部使われていて、もう一体今どうすればいいのか分かりません。クリメックさん、それは何と言えばいいのかやら。私に手伝えることはありません。私には今立ってることですらギリギリでして。でも私は何をすれば。すみません。え、なんか冷たい。なんか早帰るの早。鍵ちゃんとつけて鏡見るよ。ズーン。あ、メガネもしてないや。あ、猫いるって思ったらなんか掃除機だったあのさ、不思議の国のアリスみたいなチェシャ猫かなんかいんのかと思ったら、これ尻尾あると思った。掃除機でした。気持ち悪い。どうする。あ、え、あれわかんない。どっちでこれ、どっちでこれバグってる、それともやつ変わってる。やつが変わった。ちょっと悪魔っている。どうする、どうすればいいの。僕、ラジオでも聞く。外見る。あれ、外片付いてなかった昨日。また新たに一つの地帯から丸々人が退去される事態がありました。教会の人たちは隠れてなんかいろいろやってるみたいですが、このような大規模な捜査ではもう隠しきれていないようです。教会と町に問い合わせても何も返答ありませんでした。何か情報を持っている方はぜひとも、ニュースのご連絡ください。市民にはもっと知る権利があります。匿名で通報があった建物に現在近づいております。またあそこの通りです。仕事が終わり次第で中を入れます。はっ、奴ら俺の後俺をお捕まえに来たんだ。だがそれの方がいいのかもな。あー、やだー、やだ。あ、ビープホールない。教会のやつらだ。やばい、やばい。アダム。あ？ああ、やばい、やばい、いろいろ起きてる。あっつー展開。空が赤く、これみんなには見えてんのかな、これ。こんにちは。本当にそれは、あれは正しい選択だったのでしょうか。へえ。
あ、イングリッシュトランズレーションってことあれなんだ、てか。オリジナル英語じゃないんだ。いや、面白かったね。え、これは面白いでしょう。面白いでしょう、なんか。え、最後のさ、最後助かると思ったんだけど、なんか。その、あいつが先にバレて、教会の人たちがあいつを追うのに必死になって、主人公がなんか逃げれるみたいなかと思ったら、なんか主人公を連れてかれた。奴らに連れてかれた。マジか。あ、なんかこのさ、ゲームさ、光の加減綺麗だなって思ったらあれだわ、アンリアルだわ。それ綺麗だ。いや、面白かったですけど。ですけど。なるほど。で、これ、このゲームちなみにあれらしい。なんか、もっとでかいくなる予定のゲームの、なんか序章みたいな。なんで、まあ、楽しみですね。完成すればいいけど。なんか割と、でかい、なんか、おっきい話になりそうだけど。で、なんか多分インディーじゃん、これ。これバナナジェフ一人で作ってるじゃん。ジェフが一人で作ってるから。完成するといいですなぁ。いや、面白かった、これは。なんかあんまこういうストーリー系のやつなんかあれだけど、インディーの。でもなんか世界観とかがすごい良くて、良かったです。